12日連続の減少となりました。東京都は今日、新型コロナの感染者が新たに2242人確認されたと発表しました。先週の日曜日より680人減少しました。病床使用率は 22.3%、重症者は8人で、4人の死亡が報告されました。